えー、メディアが事実を報道ででできない理由すすねその4番です、えーまあ、メディアは本当に今はもう自然抜刀してるんですね。自分たちではもうどうにもならないわけですよ。で事実を報道してないこともよく知ってるわけですね。アメリカでは70%のアメリカ人がメディアを信用しないという状態に陥って、えー、もちろんメディア自身も売り上げとかそういうもの以外にですね やっぱり人生をメディアにかけてテレビ放送とかそれから新聞社に入社してですね記者なんかをやってもですねやっぱり事実を報道できない現実っていうのはですねまあ心ある人だったらかなり苦しむとは思うんですねしかしこれはまあどうにもなんないわけですねまあどうにもなんない理由をまあ3回に分けて話してきたんですが4回目ですね これはあのメディアがスーパーパワーになっちゃったってことですね。例えば政治家は選挙がある。えー、官僚はまあ政治家がいる。えー、三すくみですね。えー、何でもこう三すくみみたいになってて。三すくみってのは蛇とカエルと。何だったかな。あのそういうふうにこう。その恐ろしいのがこうあるということになるとですね。それが。チェック機構になるんですね。 ですから現在の政治なんかがもうややスーパーパワー的になってるんですけどそれは例えば小選挙区にしてえ選挙の供託金を300万とか600万にするとですねすごく狭い道になっちゃって実際上はそこを独占できると選挙があってもなきようなものになるっていうそういうスーパーパワーの作り方もあるんですけどもメディアの場合はまさかメディアがですねここまで力をつけるとみんな思ってなかった。 で言論の自由なんてすって野放しにしてたらですね大変なことになっちゃってそれでまあ,あメディアが事実を報道できなくなったわけですねその裏にはやっぱりメディアの人がスーパーパワーのもんだから傲慢になったってことですねで傲慢になるとやっぱり反社,社会的団体になっちゃうんですよで私はまあメディアにいてですね随分こうメディアっていうのは反社会的だなと随分思うんですねというのは例えばですねえー テレビ番組に呼ばれますね呼ばれましてえ行きますでしょそしてコーナーが3つあるとしますねそうすると私が1番のコーナーも2番のコーナーも出演することになってて準備もしてくるんですねところがその番組でちょうど芸人がですね、えー、話が長くなって、えー、まああの僕の,あの発言する時間がなくなっちゃう時はですね一回そういうことがあったんですよ すいませんがカンペっていうのはその指示ですね出演者に対する指示なんです指示が出てですね「すいませんが武田先生今回は発言がないと」とまあこれには僕ね驚きました、まあ、腹が立つっていうか驚いたですねだってですねまあ一応そのどんな人でもね、えー、新幹線乗ってスタジオまで行ってですねスタジオっていうかスタジオでもそうですし面会でもそうですしね 入社試験でもそうですしそれから例えば対等じゃない場合でもあ約束したものはですねどんなことがあったってやっぱりそれはやらなきゃいけないわけですよましてテレビに出演して準備をしてきてでスタジオに行ってもですね実は芸人のちょっと話が長くなっちゃって時間の枠に入らなくなったので「武田先生の発言はちょっと控えてください」ってこうなんですよ。こんなことはねテレビにしかありません。 テレビにしかありませんねそれからまあ23紹介しますと。とこれはあの昔の朝日新聞なんかがまあ極端だったんですけどね。ある時にリサイクルの取材に来ました。で取材はですね。よほどの場合を除いてはですね。取材1時間とか2時間とか取材したらそれは掲載するんですよ。何らかの形でっていうのは取材しても掲載しないって言うと。 その人を取材した時に取材費用みたいなものを払っていかんですねそうすると私なんかでそう例えば20万とか30万とか払うことになるしかしそれは一切払わないそれで取材するわけですからそれは取材を載せる新聞とかそれを載せるから取材費用を払わないわけですねそうじゃなかったら取材費用を払わないといくらでも人の時間を使っているわけですから しかしある時に朝日新聞の記者がですねリサイクルのことでしたと思うんですよ今から3020年ぐらい前ですねずっと取材してからその後にですねあ分かりました、えー、この記事は掲載いたしませんとこう言ったわけですよで僕ねまずその言い方がすごく無礼っていうかね何ていうか上から下っていう感じなんですよね僕はその時大学の学長補佐かなんかでその インタビューは学長室かなんかで受けたんですね。で、新聞記者が汚い。隠してバーっと来て2人ぐらい来て、それで取材して。あこのこの取材は記事にしませんとこういう感じなんです。こんなのはね。これ朝日新聞ですか？朝日新聞しかないような無礼なやり方ですね。もう一つテレビ。これはね。その朝日新聞の場合はこういうことが多いから朝日新聞つっ,った方がいいんですけど、テレビのもう一つこういうことがありましたね。私が名古屋に住んでいて。 新橋の,あのテレビ局に呼ばれましてねこれは311の,の原,子原子力発電所の爆発事故について約1時間スタジオでインタビューを受けましたそしたらその,その人はそれほどはその朝日新聞の記者ほどは無礼じゃなかったんですけど態度は無礼じゃなかったんですけども1時間取材した後ですねカメラも全部回してですよ「いやこれは使えません」って言うんですよ。ななんで使えないかったら 1>, 1年1ミリシーベルトとか正しいことを言ってるので困っちゃったわけですね向こうは使わないとしかもその場合名古屋から新橋ままでの旅費は払わないときましたよそういう旅費なんか払わないんでいい例があのテレビ朝日の「テレビタックル」っていう番組ですねこれはあの僕以外にも随分いろんな人が出演して言ってましたけどなんだかタクシー代払わなかったりですねそれからなんかそういろいろなことが起こるんですね それはまさにあのスーパーパワーであるがゆえにチェックを受けないから反社になる。まあちょっと暴力団の人に悪いっていうぐらいなんですけど暴力団よりか反社です。そのなんでメディアみたいな一流大学出たそれも文化人、まあ、言論の自由をもとに仕事している人っていうのがですねえっ、ー、と反社の暴力団よりかダメな社会的規範を守らない。とにかく人を呼んでも その人の取材とかそういろいろ出演とかさせてもそれを使わないとかねちょっともう極端なんですよそのやってることが極端なんですねそれから名古屋から新橋まで取材に来てもらって旅費を払わないとかねそういうようなことがまあ起こるわけですねこれはまあそんなことしてもみんなテレビに出たいもんだからえとか新聞に出たいもんですからねその それ,それが実はそのその多分その新聞とかテレビに偉い人がいたらそんなことはいけないよって、ね、言うべきなんでしょうねところがまあ長い間の監修でだん,だん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 そうなってるので結局そうだと、まあ、NHK も NHK に出ないと評判が悪いからギャラが落ちるそうすると芸人は NHK にごまさなきゃいけないとなるんですねこれはまあ言論の自由のいろんな意味での統制の一つなんですね。 その例えば「紅白歌合戦」に芸人は出なきゃいけないところが「紅白歌合戦」に出るためには NHK を批判できない批判したらもう NHK は「紅白歌合戦」に使わないそうするとギャラが3分の1になるっていうそういうやり方ですねこれがもう反社であることは間違いないですね憲法違反ですからそれから最近ではねえー、っと日本でその流行病についての言論の自由が一部奪われましたね。 それれが適切かもしれませんよやり方が適切かもしれませんが少なくとも今までの日本の常識では言論の自由が認められていたのにそれは放送しない。あの言論の自由 NHK の言論の自由は守る朝日新聞の言論の自由は守るけども一般国民の言論の自由は守,守らなくていいというのがまあテレビ界もそうですし。 一回言論の自由が問題になった時に我々有名なテレビのコメンテーターが7人ぐらい集まって「言論の自由の制限は許さないぞ」と「俺たちは怒っている」とかいう誰も目かなんか作ってやってましたけどねえ今度のことなんかでは言論の自由についての議論もしないとまあいうことになりますねつまりこれはもう全部反社なんですよ自分たちの利権を守るためにメディアが動くこれがやっぱりね事実を報道できない基礎なんですね。やっぱり えー、謙虚じゃないと事実とは報道しませんからねスーパーパワーになって自分たちの思う通りに社会を動かさなきゃいけない俺たちが偉いんだだから旅費も払わなくていいんだ約束も守らなくていいんだ我々は特権階級なんだから特権階級に何ななんかそういう制限がするって平民は何言ってんだっていうそういうねことになってしまった。 これはまあ人間の差がとも言えるけどもやはりそこがですね、えー、ちゃんとした教養とか人間性とか人格っていうものはいくら自分がスーパーパワーを持ってもですねそれについてそれに図に乗っちゃいけないというふうに考えるのが大切なあれでまあ昔から和、えー、役だと言って和役風を吹かして威張り散らす人っていうのは必ずいるんですけど。 現在のメディアはそういうその自分たちの劣化ですねそれの影響を受けて今度は自分たち自身が事実を報道できないというふうに追い込まれているとも言えます。